はい、それでは本日は販売士日記平成30年の第81回4の6番カスタマーリレーションシップマネジメントについて解説していきたいと思います。次の、アーカラオはカスタマーリレーション、CRM について述べている正しいものには一応誤っているものには回答用紙を書店にマークしてくださいという問題です。まずこのカスタマーリレーションシップというものは何かというと、1個ずつこれ分解していくと、カスタマー、顧客、リレーションシップ、信頼関係、マネジメント、経営管理ということです。ざくっと言うと、お客さんとの、長期的関係、信頼関係を、維持していくということですね。顧客との、長期的な関係を維持していくための仕組み、有料顧客を、リピーターとして仕組みを作っていきます。で、その有料顧客をずっと長期的に買い続けていってもらって、お客さんのニーズを満たしたり、そして僕らは僕らで、利益を生み上げたりするというのが、このカスタマーリレーションシップマネジメントということですね。お客さんと一緒に、問題を解決して満足してもらうというこの繰り返しになります。で、まずこの有料顧客を分ける方法としてデシル分析というものがあります。このデシルというものはラテン語で10分の1という意味です。これはですね、会員となった顧客を 10グループ、10分の1に分けるということですね。グループに分けて顧客構成比、年齢とか性別、そして売上構成比、どの商品がどれぐらい売れたかというものを相関関係を出して分析するというのがデシル分析になります。これで、有料顧客を分けていきます。そして、有料顧客を作る、戦略として、ワントゥーワンマーケティングというものがあります。これは、顧客一人一人のニーズ、特性、購買利益などからお客さん一人一人に沿ったマーケティングを行っていくということですね。一人一人のお客さんに、情報データを分析して、このお客さんはこれがいい、このお客さんはこれがあんまり不満と思ってるから、これはあんま進めれないとか、一人一人のお客さんの特性に合わせて商品を、推奨していくというものになります。そして、そのデータに関しては ITC、情報通信技術を用いて、マスカスタマイゼーションを行うということですね。このマスカスタマイゼーションというものは何かというと、大量に生産される商品、もうたくさん商品があるんですけども、その中に、お客さんのニーズとか欲求、特性に合わせて、あった商品をお客さんにピックアップして、これどうですか、これどうですかと提供していくのが、マスカスタマイゼーションと言います。なので、この情報通信技術、この現在の力を用いて大量に生産されるものをお客さんにこうどん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 提供していくということが重要になってくる。これが顧客、有料顧客を作る戦略になります。でですね、これ図で書いたんですけども、まずこの小売業のカスタマーリレーションシップマネジメントというのはどのようになっているのかというと、3本の柱があります。この経営組織があって、その中に管理政策と商品政策、そして購買促進政策、この3つの柱から成り立っています。ざくっと例で書いたんですけども、この管理、政策というものはビッグデータで、管理されています。このビッグデータというのは、事業に役立つ知識を導き出すためのデータ、大量のデータがあるということです。その大量のデータを使って、会社、社会の経済問題解決、そしてこれですね、業務の付加価値向上を行うために、大企業が使っている大量のデータということですね。あとは、顧客データを社内データベースに蓄積するということです。これは社内のサーバーですね、キントーンとか、例えばアウトルックとか、会社の人たちがログインしたら入れるような情報サイトですね。で、管理すると。お客さんの情報などを管理すると。そして商品政策。うまく売るために、販売利益を向上させるために、クロスマーチャンダイジング。違う商品と、メインで売りたい商品などをくっつけて売ること。あとはコーディネート陳列ですね。これも、例えば水着を売りたければ、マネキンに水着つけて、麦わら帽子もつけて、パラソルもつけて、あとはこの椅子とかもつけて、たくさんコーディネートして複数のものを売って、粗利益を、商品購買率を上げていくというものになります。これが商品政策。そして最後にもう一度、お客さんに買ってもらうための、この購買促進政策というのがあります。フランクリーショッパーズプログラムと、あとは、フリークエントですね。フリークエントショッパーズプログラム。そして、あとは、顧客満足度向上のストアオペレーション。これも第3章でやりました。なので、このようなことをして、購買促進政策を高めて、この3つですね。この3つで、この、小売業のカスタマーリレーションシップというのは作られていますよということです。なので、まずこのお客さんの欲求ですね。欲求をプロファイリングします。プロファイリングというものは、お客さんの特性とか購買利益の情報をもとに、このお客さんの属性、性格を推測していくこと、お客さんの欲求が、満たされるようにこれを使います。そしてこれを使った上で、お客さん一人一人に、ワントゥーワンマーケティングを行って満足をしてもらうという流れになります。なので、このお客さんの欲求と満足をしてもらうために、こんなでっかいことをやっていますよというのが、
まあ、今回のこのカスタマーリレーションシップマネジメントの特性になってくるというので、こちらも覚えていただければと思います。ではこちらの解説を踏まえて問題に入っていきたいと思います。1番、あ、カスタマーリレーションシップマネジメントは顧客情報を活用し、短期的なその時々の顧客ニーズを的確に認識することによる顧客管理の方法である。この問題は間違っています。まずこの短期的という部分ではなく、これ長期的が入ります。ずっと長く続けていくというようなことなので、これは間違っています。そして2番、デシル分析は、例えば、購入金額の高い順に顧客を5つに分割し、それぞれの顧客層がどれくらいの売上構成比を持っているのかを分析する方法である。この問題は間違っています。デシルというものはラテン語で10分の1という意味なので、これは5つと書いてあります。なのでこれは10になりますので、この意に関しては間違っています。そして3番、ワントゥーワンマーケティングは顧客一人一人の属性やニーズに合わせてマーケティングを行うことである。この問題は合っております。まあ、このワントゥーワンマーケティングというのは、お客さんのニーズ、特性、購買履歴などからここにお客さんにマーケティングをしていくということなので、このうに関しては合っております。そして4番、 A、 ワントゥーワンマーケティングでは ITC を活用したマスカスタマイゼーションが用いられる。この問題は合っております。この ITC、 この情報通信技術で膨大なデータを管理し、そしてマスカスタマイゼーション、大量に生産される商品をの中からピックアップしてお客さんに提供していくというものが、このワントゥーワンマーケティングで使用されているので、この問題は合っております。そして5番、をカスタマーリレーションシップマネジメントで用いられるプロファイリングは、顧客の購買利益などの情報を活用して顧客属性や特性を推測するものである。この問題もあっております。このプロファイリングという意味自体が、そのお客さんとか、まあ、例えばです、犯人と、悪い言い方した犯人とかの、まあ、属性とか特性を推測するものがこのプロファイリングというんですけども、まあ、こちらは顧客の特性とか購買利益、情報をもとに顧客の属性、性格等を推測していくことを、まあ、このプロファイリングというので、これはプロファイリングについての用語として合っている内容になりますので、このおに関しては正解です。以上のことから、今回はあといが誤っていて、うえおが正解となります。